インド洋ベンガル湾。ようそろ270度。防衛省自衛隊の共同訓練。日本。お、みんな元気だったか？うん、おかえりなさい。おかえり、おかえりなさい。お父さん、今回はどんなことしたの？インド洋ベンガル湾でインド太平洋地域の在り方について同じ考えを持つ国々と共同訓練をやったんだ。どんな訓練だったかというと、次はベンガル湾において3カ国との対空戦、対水上戦、洋上補給などの共同訓練を行う。緊密な連携を行えるように各員任務をしっかりと遂行するように。はい。ベンガル湾ってインドの東にある海域だよね。なんでそんなに日本から遠い海で訓練を行ったの？3カ国はインド洋や太平洋に接する国々。海はどこまでもつながっているよね。うん。日本は周りを海で囲まれた国。それにシーレーンと呼ばれる輸入や輸出に使う長い航路帯があるんだ。これを安全に利用し続けるようにするには日本の自衛隊だけで大丈夫かな？自衛隊だけだと大変じゃないかな。そう。だからいろいろな国と連携してみんなで守っていくことが大事なんだ。自由で開かれたインド太平洋というビジョンのもと、日本の周りだけではなくインド太平洋っていう海域全体の国々と一緒に訓練することを通じて地域の平和と安定に貢献したいという思いを確認し合うこと、我々の連携、結束を示すことが海の安全を維持することにつながっているんだよ。へえ、海を守るって大変なんだね。こういう訓練ってお父さんがいる海上自衛隊がやってるんだよね。そう、でも海上自衛隊だけじゃない。例えば陸上自衛隊も日本の島々を守るために共同訓練を行っているんだ。日仏米豪共同訓練。陸上自衛隊、アメリカ海兵隊、フランス陸軍が連携して離島に見立てた演習場に到着。3カ国の部隊が協力し目標地点に到着。目標を制圧。島嶼防衛訓練である。ゴーゴーゴー。このように何が起きても対応できるようにアメリカをはじめとするたくさんの国と共同訓練を行っているんだ。航空自衛隊は？航空自衛隊ももちろん共同訓練を行っているよ。記憶に新しいのがアメリカ空軍、オーストラリア空軍とのコープノースだ。直進して高度を維持。そして日本はアメリカと同盟国だけど、アメリカ軍だけではなく各国の軍とも積極的に共同訓練を行っているんだ。いろんな国と共同訓練を行っているんだね。各国との共同訓練の実績を世界に示すことでみんなで守っていこうという意思表示にもなるのよ。お互いの知識や技術を共有し合うことで新しい知識や経験が学べるんだ。もちろん友情も生まれるぞ。スピーディーに変化する国際社会。共同訓練は自衛隊の戦術技量の向上のみならず、各国との連携、結束を内外に示すことで防衛力強化につながる。我が国の安全と国際社会全体の平和と安定のために、今日も自衛隊は活動している。